Yeah.
トゥクトゥクトゥク膨らんだトゥクトゥクトゥク秘めた系アイドルスキップザックです。よろしくお願いします。ありがとうございます。早速自己紹介したいと思います。はい、クジラ担当サナです。サナ、はい、イルカ担当ひなのです。はい、クマノミ担当のアンズです。はい、ソリ担当のゆめです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、1曲目ジャンプ、2曲目指切り現場聞いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日めっちゃみんな元気じゃない？なあ、思ったで。びっくりしたで。熱気がなすごいな。はい、そんなところ私の質問コーナー。あ、イエーイ。ちょっごめん、パクった。うん、パクられた。私が普段ね、あの夢ねの質問コーナーみたいなやつやってるんですけど、パクられたけど、まあ今日は許してあげる。OK、ありがとうございます。誰が答えるか、ね、聞きたいことがあって。誰が答えるか、し、はい。質問があって、今日この後ゲームあるじゃないですか。ゲーム、戦い、戦いやで、仁義なき戦いやからな。それ好きやな。戦いあるじゃないですか。それの戦いで何やったら一番自信あるかみたいな聞きたくて。おお、したいやつか、やりたいやつ。なるほどね。得意なやつ、絶対勝てるっていうやつ、もしくはやってみたいなっていうやつ。あ、なるほどね。なるほど、言いたい人、はい。おい、いた人、はい、はい、ハンズ。あかな、あの絶対音感みたいなゲームしたい。
なんか、あ、なるほど、ね、授業で悩んだことあるんやけど、音楽の授業でな、先生がなんか弾いた音を楽譜に起こすみたいな、 あれやな、テーンってやったらそれ、そう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 、それ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 得意ね、うん、あ、そうなんや、ピアノは実はこう見えて10年間やっててな、イヤトレってやつやな、そうそうそう、すげー、イヤトレに、それで、それなら得意かな、初めやねんけど、なるほどな、初めやねん、順番的にいきます、ひなのさん、ひなのは絶対ここでできひんゲームやっていい？いいよ、いいよ、まあ、バスケです、無理やな、ね、無理やな、でもボール投げ合いぐらいできんで、それバスケじゃないから、ラスク、え、なんて、それバスケじゃないから、キャッチボールやん、あ、なるほどな、あとでバスケやろうか、じゃあ一緒に、そう、うん、あめやけどな、副キャプテンやってて、うん、副キャプテンしてて、あ、副キャプテン、あ、そうなの、うん、そう、そうなんや、意外やな、得意ですっていう話です、はい、じゃあ予想しましょう、みんなで、はい、じゃあ最後ゆめさん言っていい、絶対皆さん予想できてると思うんですけど、カラオケ大会は絶対に勝てちゃうんですよ、せやな、勝てちゃうんですよ、めっちゃ長顔する、だから私もう一個得意なのって、何、爪切り、は、爪切りめっちゃ得意やねん、バンバンバンって3回できるから、得意とかある、爪切りの早切り競争みたいなやつ、いや、バンバンバンって3回切れる、だから今日爪伸ばしてきてんやんか、爪切りもしかしてやるかもしれない、やばこんなゲームやねん、バンバンバン、だからあ、ぶつかって引っかいたごめんな、今日怖い、バンバンバンやるまでちょっと待って、ちょっと近づかんとこ、近づかんとこ、爪切り絶対勝てるから、はい、はい、そんな感じです、私は、え、聞いてるのさえのは、ごめんな、うち、うちは、あの、腕相撲かな、あとでやろうか、いや、アンズが一番強いと思う、それは、それ握力やろ、握力と腕相撲違うから、いや、腕相撲は強いわ、あ、じゃあいつかしましょうね、うん、さえのと腕相撲ぜひしてみてください、弱そうやから、みんなですんの、うん、まあまあ腕多分ちぎれない、100人切りしようや、やってみようや、はい、じゃあ次行きましょう、はい、まあ、そんな感じでスキップジャック個性強いメンバーなんですけれども、最後まで一緒に楽しんでいけたらいいなと思ってます、それでは次の曲聴いてください、そう、夢で見つけた後ろ姿、あなたと同じで運命を切り、I'm not afraid to die.
最後の一言に人生をかけようで聞いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、この後皆さん出てきてゲームするんでよかったらね、皆さんも一緒に楽しんでいけたらいいなと思います。以上、スキンブザックでした。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあね。ありがとうございます。ちゃんと。